はい、週刊ポッドキャスティング54号ですね。8月30日になりました。ここまでエディティング最高っていうことで、改めて AI 文字起こしの時代に編集ってなんだろうっていうことをね、考え始めて、これで1、2、3、4ときて A、B ですね、今日はね。これまで語る言葉、音声の編集っていうのは結局、ポッドキャストとか含めて何やってるのか、聞く音声の編集、これ聞き手も編集してるんだっていう脳内でね。それから読む文字の編集、これ読み手が実は、勝手に編集してる部分があるとやっぱり脳内でね。それから書く文字の編集、じゃあ書き手は何を考えて書くのか。で、しかも今は手書きワープロで書くのとは別に語ることで書くというね、AI が文字起こししてくれる書き言葉が出てきちゃったと。文字が出てきちゃったという。そういう時代の中で、このエディティング編集、特に文字と音声ですけど、まずは文字について考えてきてるわけです。で、前回、書き言葉の編集ということで、これはもう手書きやワープロで書くのと、AI で文字起こしされたものを編集するのとでは違うぞと、かなり根本的に違うぞって話を前回させていただいたんですね。で、じゃあ何がどう違うのかっていう問題と、それからその上でじゃあ、まだ編集するわけですよね。我々は編集をするわけです。じゃあ一体何のためにテキスト文字を編集するんだろうということを今日は考えてみようということで、読み言葉の編集ということになります。で、前回実は、手書きワープロ打ちと、語り言葉で AI 文字起こしとは相当根本的に違うことになってきたということを、脳内編集、外部編集ということとの絡みで、少し整理してみたんですね。で、その上で今度語り方もいろいろあるわけです。つまり文字にすることを前提に語るのか、いや文字になることは考えずに語るのかっていう、これ語り方の違いあるわけですね。だからそこで何の、その文字編集を前提に語るのか、いや、それはもう考えずに語るのかって、これで大きく語り方違ってくるんですね。で、そうするとそういった語り言葉には相当な幅があることを前提に、で、これはある意味語り言葉と書き言葉の間にギャップがある。口語から文語までですね。ギャップがある。だけどそれは読み言葉として編集するときに、どうなのか。で、例えば手書きワープロで打つときは、読み言葉、読み手を意識して大体打ちますよね。読み手を意識して打ちます。自分にもわかるように、読み手にもわかるように、読めるように文字を打つのがほとんどですよね。でも語り言葉はそうとも限らないっていうことですね。必ずしも読み手にわかるように語ってるわけでもない。そういう場合もあるけれども、逆に読み言葉として分かるように語っているわけでもないというね。語り言葉として分かるように繰り返しや強調もしながら語っている場合があって。で、これは読み言葉読み言葉とやっぱりちょっと違うんですよね。で、これどっちがいいのかっていう問題はもちろんあるわけです。で、最近よく売れてる本とは大体語り口調のね、デスマス調で本当に語った言葉で書かれた本を皆さん読むようになってきちゃってる。で、文語調の本っていうのは本当に読まれなくなってしまったというね、問題もあったりするわけです。で、私これかつて原文一致っていうね、AI 文字起こし時代に入って究極の原文一致運動がもう静かに起きてるんだと。